それではグラフから比例の式を求めるやっていきたいと思います。えーまあ、比例の式っていうのはね、まあ、必ず y イコール ax の形になります。そして、えー、この a の部分、比例定数なんですけれども、えー、グラフ書くときにやりましたが、まあ、えー、分数の形にするとね、グラフが書きやすかったはずです。なので、えー、このグラフから右に いくつ行ってね、上にいくつ行っているか、あるいは右にいくつ行って、下にいくつ行っているかを考えて、見て、調べてね、この A が出せるので、それで式が作れるってことになります。では一番やってみましょう。この A っていうのは分数の形にして、右にいくつ行ってね、上にいくつか、下にいくつかっていう形でね、その数字を入れていけば A が出せるので。では一番見てみましょう。原点から、ここが、 ちょうどね、点打っといたいですよ。綺麗な点になってきますね。はい。では、原点からこれ、右に1行って、上に、1、2、3、4、5ですね。右に1、上に5。ということは、1分の5と表せるわけです。右に1、上に5ってことだからね。これは、簡単な整数5に直すことができますよね。これで A が分かったんで、y イコール 5x という式になるよっていうことなんです。 いいかなこんな感じでやっていきます。2番目、っと、そうやっね。さあ、2番見てみましょう。2番目は、原点以外にきれいな点は、ここですね。ここ。いいね。そしたら、原点から、右に、1、2、3、4、5行って、上に3です。右に5行って、上に3。ってことは、分母が5で分子が3。右に5行って、上に3です。もう、A がきれいに出てきたんで、y イコール5分の 3x となるわけです。 では、3番目いきます。3番目は、えー、っと、ま、えこれも書いておこうかな。3番目は、ここがね、綺麗な座標かなと思います。はい、原点から、右に1行って、下に3行ってますね。これ、下に3行ってますね。ってことは、1分のマイナス3になります。右に1行って、下に3なんで、分子はマイナス3になるわけね。下に行ってたからね。 はい。これは簡単な整数に直すと分母の位置がなくなるんで、マイナス3ということになります。なので、このマイナス3をここに代入して、y イコールマイナス 3x っていう式になってくるわけですね。はい。じゃあ、4番目いきます。さあ、4番目これなんですけれども、まあ、ここが綺麗かな。うん。はい。じゃ原点から、右に3行って、下に1いって言います。右に3行って、下に1。ってことは、3分のマイナス1だよね。 はい。これはマイナスをこっち側に持ってきて、マイナス3分の1とかけるはず。よって y イコール、マイナス3分の 1x ってなるわけですね。はい。一旦ビデオを止めてもらって、自分でエクササイズ B をね、やってみてください。